速稼塾暗号通貨ニュースの久保です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。実はですね、仮想通貨ランキングでビットコインの方がね、相変わらずダントツトップというのはあるんですけども、まあ、マイニングビアビットで新たな動きがあるということでお届けしようかと思います。7月23日の仮想通貨ランキングで何気にですね、こう見ているとコツコツ売り買いしているユーザーさんが、まあ、多いようだったんですよ、うん、でまあアルトコイン全部がほぼ上昇はしているんですけども、しかしですね、今週はそのビットコインですね、暗号通貨の、うん、まあ、この話題で埋め尽くされていると思うんですよ。まだしばらく8月1日までそうなんでしょうけどもね、うん、でそこにですね、少し別の動きが見えているのがビットコインの最大の採掘プールの一つである、まあ、ベアビットですよね。ビットコインキャッシュ BCC、という名前のビットコイン ABC を取引する予定なんですけども、まあ、ユーザーは新しい採掘プールで採掘することができるんですよね。また今回新たな情報として7月31日にですね、起こりうると考えられている最新のビットニュースも報じられているんですね。まあ、このね、まあ、ビアビットって言うんですけど VWBS のね、あのビクトリーの V に IC とか言って、あ、IA ですか、ビアビットでいいんですかね。まあ、新しい言葉がどんどん出てくるんで、私もね、ついていくのに精一杯でございます。はい、新しいね、7月31日のビッグニュースはまた追ってお届けします。失礼します。